私は小早川美香。暮れの阿賀に住んでいて、三人兄弟の一番お姉ちゃんなの。毎日郵便局で働いているの。そろそろ恋がしたいな。おしゃれでグルメでしっかりフォローしてくれて、パワースポット好きの運命の人見つけたい。本当にいるのかしら。最近コバって元気にしてるのかな。なんか素敵な人を探してるらしいよ。コバっておしゃれだから足元にもこだわりあるし、メイクもとっても上手だしね。コバにはおしゃれな人が似合うと思うけどね。そうそう、コバって言えばさ、あの沖縄のダイビング、あれちょっと最初はビビっちゃうけど、なんかコバっていきなりドボンって飛び込んじゃったんだよね。そしたらさ、上にいた友達のノブがさ全然降りてこなくて、ノブのお尻ばっかり見て初めての沖縄のダイビング、楽しい思い出だったな。高校の総体で茶道部なのに運動部を二校球場で更新してたり、天然なとこあるし、しっかりフォローしてくれる彼がいいと思うよ。パワースポット好きだから一緒に行ける人がいいよね。占いでも言われたんでしょ。2011年2月に素敵な彼と結婚できるって。へえ。私の運命の人はどこにいるのかしら。僕だよ、僕こそ君の理想の人じゃないか、ミカ。ああ、なんて幸せなんだ僕は。君みたいな素敵な女性と出会えて、僕は君と出会った日から毎日が幸せ、バラ色、ハッピーなんだ。ああ、これから二人、もう何も怖いものはない。僕を信じてついておいで、ミカ。 I love you。 そうだ、さあ、これから一緒に一生ご神集めの旅に出よう。さあ、ついておいで。わかった、もちろん一緒についていくわ。